格闘家の沿線井上が麻薬の入ったチョコレートを密輸した疑いで逮捕されました。格闘家の沿線井上こと井上沿線昌司容疑者とその妻は先月、アメリカの郵便局から麻薬成分の入ったチョコレートを自宅に発送した疑いが持たれています。警察によりますと、A4 サイズの封筒の中にチョコレートのバー6本などが入っていて、東京税関が調べたところ、そのうち1つのチョコレートから麻薬の成分が検出されました。チョコレートは市販の商品の箱に入れられていて、中身を詰め替えて発送されたとみられています。警察は共犯がいる可能性があるため、井上容疑者の認否について明らかにしていません。井上容疑者が使用する目的で輸入した可能性があるとみて、余罪についても調べています。